再処理、青森県の六ヶ所村再処理工場、2月3月にも本格稼働するんじゃないかと言われています。耐震設計もデタラメな中で、本格稼働は許さない、そんな集会を国会の中で持ちました。そして今、試験中と言われていても実際放射能が出ています。海に放出された放射能が濃縮されたり海産物に影響を与えることは当然です。ですから、試験もそして本格稼働も絶対にしないように、国会の中でこの間代表質問しましたけれど、委員会で行政交渉で、放射能を出すな、海に放射能を出すな、本格稼働はましてやするなということで頑張っていきます。